1874年版の表紙へ、少年の魔法の角笛は、ルート・ビヒア・ヒム・フォン・アルニムとクレメンス・ブレンターノが収集したドイツの民衆海洋の詩集で、ドイツのマザーグースとも呼ばれている。三巻からなり、1806年から1808年に出版された。少年の不思議な角笛、子供の魔法の角笛、子供の不思議な角笛とも訳される。 少年の魔法の角笛以前にドイツには民衆史についての全般的な論争があった。特にハイデルベルクのロマン主義者とヨハン・ハインリッヒ・ホスの間の論争が注目される。芸術性を持った民衆史というものは可能かどうか、そのような史の純粋な模範というものは提示しうるのかどうかが論争になった。角笛はこのような状況の中に 芸術的な民衆史を提示するものとして登場した。これに対してフォスは1808年本を刊行し、ロマン主義者のパロディと通撃を与えた。弊社二人の間にも争いがあった。ブレンターノはアルニムが集めた詩を芸術的に書き直したことを非難した。ここには原始の純粋さを保つべきであり、技巧を加えるべきではないとする要求と、 死はできる限り芸術的でなければならず、収集者が遂行を加え、その死が本来増している美的な可能性を引き出すべきであるとする要求の対立がある。同じような論争は、自然死と芸術死の間の論争として、クリム兄弟の間でも展開された。ゲーテは第一巻に接し、好意的な批評を発表した。ゲーテが特に褒めたのは、詩集の素朴な側面であった。 スノブエのドイツ文学史における評価には今日でもある種の揺れがある。民衆の詩を集めたものとして評価される一方、アルニムの改作には否定的な態度をとる論者が多い。この詩集には多くの作曲家によって曲が付けられた。おそらく最も注目すべきものはグスタフ・マーラーによるものである。これはオーケストラ伴奏の歌曲集で1899年に 初版が出版された。また、マーラーの公共曲、第2番、第3番、第4番のいくつかの楽章にも、この詩集の詩が使われている。さらに、ピアノ伴奏の多くの歌曲をこの詩集から作曲している。この詩集を用いたその他の作曲家には、メンデルス・ゾーン、シューマン、カール・レベ、ブラームス、ツェムリンスキー、ユリウス・バイスマンがある。 歌曲集としての題名は、現代のまま、子供の不思議なつ笛で、1892年から1901年にかけて作曲された。なお、若き日の歌の第2集及び第3集にも、同歌曲集からの9曲の歌曲が存在する。実演では、曲の順序は自由に変更できる。ここでは、フィルハーモニアのスコアに従った。ありがとうございます。